はい、皆さんこんにちは。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日はですね、今2軍に、降格しています、巨人の大城選手がですね、初ホームランを放ったというところで、大城選手の昇格時期であったりとか、昇格してからどのような起用法になるのかというところを考察していきたいなというふうに思っております。はじめに、結論なんですけども、大城選手の昇格時期はですね、今すぐっていうことは僕はないと思ってまして、6月4日からのロッテ戦からか、6月11日からの楽天のビジターでやるんですけども、6月それぐらいからね、上がってくるんじゃないかなっていうふうな予想をしております。起用法に関しては今現状ね、岸田選手であったりとか、小林選手が非常に、活躍というかね、よくやってるというところで、大城選手が上がってきたからと言ってですね、すぐにスタメンで、主戦でっていう形ではないんじゃないかなっていうのが僕の、予想でございます。はい、じゃあね、僕の意見のその理由をね、ちょっとお伝えしていきたいなというふうに思っております。はい、まず最初にですけども、大城選手が今ファームでどのような成績を出しているのかというところを見ていきたいと思います。はい、まず6試合今出ておりまして、16打数2安打、打率1割2分5厘、2打点、1ホームラン。これがね、今日打ったホームランですね。はい。で、5月の8日、8日に、抹消されておりますので、まあね、最多ね、10日で戻れるんでね、もう十分ね、再登録は可能というところではあるんですが、まあこれね、大城選手の自己申告制というかね、もう自分で、もう上がりたいですとか、上がりますっていう形で、言うっていうところなんで、まあ一軍のね、安倍監督とかが上がってこいって言って上げるんじゃなくて、自分でね、状態がもう良くなったというところで、上がりますっていう感じでね、言うというところになってますと。はい。で、大城選手が、どういうふうな状況で上がらなければいけないかというところなんですけども、やはり大城選手は、まあ、打の選手、打つのが、得意な選手ですから、やはり、打撃の状態というのが上がってから上がるっていうのは、一番理想だと思うんです。で、やはりまあ現状のね、巨人の打線なんかを見てても、渋いと、なかなか点が入らないというところで、交流戦も入りまして、来週のね、来週というか次の5月31日からの、西武戦ではですね、ビジターになるんで、DHC も入ってくるというところで、できればね、この5月31日から上がってきてほしいとは思うんですけども、現状ね、今日ホームラン打ちましたけども、まだ1割2分5厘というところで、なかなかね、これで上げていいのかみたいなところ、自分でもあると思いますから、自分自身でもね、感じてると思いますから、もう少し状態が上がれば、多分ね、上がってくるんじゃないかなっていうふうな形はありますと。で、先ほど、なかなかね、上がってきても、いきなり主戦として使うことはないんじゃないかっていうふうなことを言いましたけども、やはり小林捕手、岸田捕手がなかなか、しっかり活躍できているというところ。小林捕手は、23試合出場で、1割7分、で、1ホームラン、5打点、OPS500。で、岸田選手は、26試合、打率2割8分8厘、1ホームラン、5打点、OPS が752というふうになっています。小林選手の場合はですね、どちらかというと、今、ここ最近岸田選手の状態が上がってきてからはですね、菅野投手との試合の時に、菅野投手が投げる時に、キャッチャーをするっていうのはね、固定化されてるんじゃないかなというふうに思います。で、小林捕手、そのね、相性もそうですし、打撃というところもね、1割7分っていう打率ではあるんですけども、チャンスでね、いいとこで打ったりとかっていうのがあるんで、非常にね、1割7分という打率ではあるんですが、なんかそれを感じさせないというか、非常に、率は低いんだけど、いい打撃ができてるんじゃないかなっていう風なところはね、昨日のバントもそうですし、非常に感じております。で、岸田選手、間違いなくね、今岸田選手が今乗りに乗ってるというか、一番主張してると思いますと。で、その中で、打率、この間まで3割、後半ぐらいありましたけども、少しね、落ちてきまして、2割8分8厘というところ。で、ここ最近6試合の、
成績を見てもですね、あまりヒットが出てないと。この間阪神戦の時に代打で出た時にね、ヒットを打ったぐらいで、少しね、ここ、5試合、6試合ぐらい当たりが止まってるっていうのがあるんで、打率は、落ちてきてるんだ、落ちてきてるんですけども、まあ、昨日の試合もそうですし、非常に投手をね、うまくリードしてるというか、防御率がなかなか、低いというかね、うん、しっかりやっぱ勝ちきれてるっていうところがあるので、そういったところで非常に今、岸田選手っていうのはね、非常に評価を高めてると思いますし、まあ、昨日の動画のコメントもありましたけども、コメント、皆さんのコメントもありましたけども、非常にね、岸田選手を評価する声が、たくさんあってですね、まあ僕もね、まあ今年自主トレをね、1ヶ月間手伝ってたっていうのもありますし、まあ同期入団のね、後輩でもあるので、非常にね、まあ嬉しく感じておりますと。で、まあやはり、先ほど言ったように打線が渋いとなかなか打ててないというところがあって、まあ5月31日からの、まあビジターのね、西武のビジターの時に DH が入るので、まあ、大城さんが上がってきてほしいっていうお話を今さっきしましたけども、ちょっとね、状態がまだそこまで上がりきってないというか、っていうところがあるので、ちょっと早いのかなっていう感じはしてますと。じゃあ、誰上げんねんって話なんですけど、ここ最近ね、秋広選手が非常に状態がいいというところ、5月20日に抹消されまして、まあね、10日間なんで、最短10日なんで、まあ5月31日からはですね、まあ一軍登録できるというところがあるので、そういったところで、秋広選手を上げてくるっていうのも一つの手なんじゃないかなというふうに思ってますと。で、降格後ね、秋広選手10打数5安打を、500、打率 5割、4打点、1ホームランというところで、本当に特にここ20日にね、抹消されてから、降格後ね、めちゃくちゃ打ってるっていうのがあるんで、これはね、僕はぜひ、5月31日からね、ビジターありますけども、上げてほしいなっていうふうに思うし、まあ、西武の、西武なんで近いんでね、すぐ、行けると思うので、上げてほしいなっていうふうには思います。はい。で、やはり、ジャイアンツね、まあ、昨日もすごく粘って、勝ちましたと。まあ、でもただ、得点はなかなか取れてないというところで、まあ、大城選手が上がってきて、状態がいい感じで上がってきて、まあ、すぐにスタメンで使うかって言ったら、まあ、やはりね、岸田選手とかの、台頭というかね、いい感じでいってるっていうのがあるので、初めは厳しいと思います。ただ、まあ、大城選手は打の選手で、チームがね、求めてるっていうのも、まあ、守備はもちろんなんだけど、やはり打てる選手も欲しいっていうのが、本音だと思いますので、大城さんが上がってきた暁にはですね、やはり、少ないチャンスではあるかもしれないですけども、初めは。しっかり守って、得点をね、あまり取られないように、まあ、投手とね、コミュニケーションをしたりとか、まあ、今、小林星とか、岸田選手はよく本当に昨日とかもね、もう死ぬほどジェスチャーしてたなっていうところ、もう、絶対高め投げんなよっていうぐらい、もう、やってたね。見てる、ファンの方もね、わかるぐらいジェスチャーやったりとか、本当にね、必死に守り抜いてるなっていうのがあるので、まあ、配球とかはね、結局、まあ、結果論的なところもあるので、そこはね、あんまり気にしすぎてもっていうところはあるんですが、やはりね、そういったできるところというか、相手に伝えるとか、ピッチャーにね、気持ちよく投げてもらうとか、そういったところは、大城選手もね、意識できるところだと思いますので、そういったところをしっかりやりつつね、打席のチャンスがあるときは、しっかりね、振ってって、まあ、長打がね、魅力の選手ですから、まあ、岸田選手であったりとか、小林選手にはないね、ところっていうのを、前面にね、出してってもらったら、非常にね、いい形で、3人が併用しながら、ピッチャーの相性を見ながら、やっていけるんじゃないかなっていうふうに思っております。はい、そんな感じでね、今日はね、大城選手の、まあ、現状というところと、昇格の時期の、まあ、予想を、上がってきてからの起用法なんかを見ていきました。まあ、もう一回まとめるのですね、5月31日の西武のビジターから上がってくるのはちょっと早いかなというふうに思ってて、まあ6月4日のロッテか、まあ6月11日のまあ楽天ぐらいには絶対ね、上がってきてほしいなというふうな思いはありますし、やはりね、岸田選手とか特にね、今出場機会増えてますと。で、評価も高まってますけども、やはりね、大城さんの力っていうのはもちろん大事だと思いますし、ジャイアンツがね、A クラスであったりとか、まあ、阪神、広島にね、食らいついていくためには、絶対必要な戦力にはなってきますんで、そういったところをね、大城選手は、頑張ってね、
やってもらいたいなというふうに思っております。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。